これから第1回学級会を始めます。司会の健です。よろしくお願いします。副司会のきです。よろしくお願いします。今日の議題は音読発表会の出し物を決めようです。どんな出し物がいいですか愛さん。はい。私は 手袋を買いにがいいです。小狐が無事に帰ってきて、母さん狐が喜ぶところが、お母さんが子供を思う気持ちが現れていて、とてもいいと思ったからです。第3。はい。僕はブレーメンの音楽隊がいいと思います。4人が力を合わせて、泥棒を追い払うところが面白いお話だからです。 翔さん。はい。僕は第三の意見に賛成で、ブレーメンの音楽隊がいいと思います。友達同士力を合わせるのは大切だと思ったからです。マナさん。はい。私は手袋を買いにがいいと思います。人間は怖いと思っていたお母さんが、 人間っていいものかしらって思うようになるところがいいと思いました。レイさん。はい。僕はブレーメンの音楽隊がいいです。自信をなくしていた4人がそれぞれの良さを発揮するところがいいと思いました。エミさん。はい。私ははじめ小狐が可愛かったので 手袋を買いにがいいと思っていたけど、みんなの意見を聞いていて、友達の大切さを感じたので、ブレーメンの音楽隊に賛成します。しゅんさんはどうですかえっと、えー、っと、僕もブレーメンの音楽隊がいいです。 皆さんの意見をまとめると、ブレーメンの音楽隊に賛成の人が多いので、ブレーメンの音楽隊に決めていいですか音読発表会の出し物は、ブレーメンの音楽隊に決まりました。最後に、先生のお話です。とても良い出し物に決まったと思います。では、明日から。 音読発表会に向けて音読の練習をします。素敵なブレーメンの音楽隊の音読になるよう、みんなで力を合わせて頑張りましょう。はーい。ーいこれで第1回学級会を終わります。それでは、まず先生に見本の読み聞かせをしてもらいます。 ブレーメンの聴覚隊主人持ちのロバがありましたもう長年根気よく重たい袋を背中に乗せて粉引き所へ通っていましたさて年をとってだんだん体が言うことを聞かなくなりさすがにこの上追いつかうのが無理だと分かると 主人はここらでロバの怪い淵をやめたものかと考え出しましたところでロバは早速に「こりゃろくなことではない」と悟って逃げ出してブレーメンの町を目当てにとことこ出かけましたそこへ行ったら町の学隊に雇ってもらえようというむなざんようでした しばらく歩くうちに往来に一匹猟犬がだるそうに転がって口ばかり開けてはっはっはっは、ッあえいでいるのに出会いましたそれは散々の山を駆け歩いてヘトヘトになっているという様子でした「おいスタコラ大将何をアップアップ言っている?」と ロバは声をかけましたいやはや聞いてくれこういうわけだと犬は言いました何しろ年はとる育児がなくなるおいらも昔の元気で両馬を駆け歩くわけにはいかない主人はそれならいっそ叩き殺してしまえということになった わてて逃げ出したというわけだが、さてこの先どうしてパンにありつくか実は考えているところだよところで話だがおいらこれからブレーメンの町へ出かけて町の楽団に雇ってもらおうと思うんだどうだおめえ一緒に行って一番。 音楽で飯を食う気はないかおいら竜頭弾くからおめえカンカラ大鼓をたたくがいい。猟犬は「うんよかろう」というので一緒に出かけました。それからあまり行かないうちに猫が一匹往来に座り込んだままそれこそ三日も雨を食ったような顔をしていました。 いやあ、どうしたい床屋の親方。どうやらおひげの手入れどころはないという顔つきだが。とろばは言いました。命と海買外い買いというところだ。景気のいい顔をしてもいられまい。何しろ年を取ってきてね。歯はバクバクになる。ネズミのやつを追い回すよりか。 ロバタで小箱を作ってゴロニャンゴロニャン喉を鳴らしていたくなるさそこで主人のかみさんが「いっそ水にはめておしまいよ」と言いだしたそうされないうちに飛び出してはきたがさていい思案はないしさ一体どこへどういったものかとあぐねているのだよと猫は言いました 俺たちと仲間でブレーメンの町へ行けよ。お前さんは夜の音楽ならお手のものだろう。町の楽団に使ってもらえるぜ。とろばは言いました。猫は早速賛成して一緒に出かけました。やがて3人組の脱走者はとある屋敷討ちに来かかりました。 門の上にその家のおんどりが乗っていてありったけの声を振り絞って叫び立てていました。おい、骨の芯までじーんとくるような声を出すな。どうかしたのかいとロバは言いました。な明に、あしたはいいお天気ですよって知らせてやっているところだよとおんどりは言いました。何しろ、 結構なお聖母様の日だ。お小さいキリスト様の下着のお洗濯して、星なすった日だ。ところが、その明日の日曜日にお客があるというんで、ここのおかみさんが、情け知らずにもほどがら、お手伝いの話だがね。それで、明日はおいらをスープにして食べちまうってんでね。 今晩早速首をちょん切れと言いつかったとよ。だからせめて声の出せるうちと思って、おいら喉の破れるほどまきたてているんだよ。やれやれ、なんということだ、赤ずきん。俺たちと一緒に行くがいいよ。ブレーメンの町へ出かけるところだ。殺されて死ぬくらいなら、 少しは気の利いたところがどこへ行ったってあろうじゃないか。おめえはいい声してるから仲間になって音楽を流して歩け。いっぱし稼げるぞ。とロバは言いました。この申し出はしごくおんどりの気に入りました。そこで今度は四人連れ立って 出かけることになりましたところでブレーメンまではなかなか一日ではいけませんそのうち日がくれたので森の中へ入ってそこで一晩明かすことにしましたまずロバと犬とは一本の木の下にゴロリと横になりました猫とおんどりとは 木の枝の枝上に休みました。ところでおんどりはわざわざ梢の先まで行って止まりましたがこれが一番の安全な場所であったのですさて寝ようとする前このおんどりはもう一度東西南北風の吹く方角がどこかと眺めまわした時ふと向こうに チラチラひらしいものが見えたので仲間に声をかけてどうしてもそう遠くないところに家があって明かりがついているらしいと言って知らせましたロバがそこでじゃあ俺たちここを引き払ってもっと先まで行ってみようやどうもこの宿は上等とはいかないからと言いますと犬も そこへ行ったら骨の一二本ことによると肉の香りぐらいかげようかと思って早速賛成しましたこういう次第で四人組はその明かりのさしている方角に向かって出かけましたするうち明かりはズンズンはっきりしてきてパーッと照り出したと思うと そこは泥棒の家で中にはこうこうと火がともっていましたロバは仲間で一番の背高のっぽなので窓のところまで行って中をのぞいてみました親方何かあったかねとおんどりは尋ねましたどうしてあったかどころの騒ぎじゃないぞとロバは答えました ちゃんとテーブルごしらえがしてあって結構なごちそうと飲み物が山と並んでいるよ。泥ボードもてんでにはちきれそうな顔でよろしくやっているところさ。そいつをものにしようじゃないかとオンドリは言いました。うんうんどうしたって割り込まなきゃなとロバは言いました。 そこでまず泥棒どもを追っ払うにはどうすればいいかと4人組の動物は相談を始めましたがやがていい工夫が見つかりましたロバは前足を窓に乗せることになりました犬はロバの背中に飛び上がることにしました猫は犬の背中によじ登ることにしましたおしまいに りがバサバサ飛び上がって猫の頭の上にのっかりましたいよいよしたくができあがると123の合図で4人組が一はに音楽をやりだしましたロバはヒヒーンとわめきました犬はワンワン吠え立てました猫はニャーンと鳴きましたおんどりはコケコッコーと。 時を作りました途端に窓を突き破って一度お部屋の中へ飛び込みましたガランガランガラン音を立ててガラスは壊れました泥棒どもはびっくり仰天キャーッと叫び声を上げて飛び上がりました大変な怪物が飛び込んできたそうとよりしか考えませんもうすっかり怯えきっててんでに頭を抱えて 外の森の中へ逃げ出していきましたそこで4人組は悠ゆ々うゆうテーブルに着きましたごちそうは残り物でも我慢することにしてそれでもこれからあと4週間ぐらい断食してもいいという勢いで詰め込めるだけたらふく詰め込みましたさて4人組の学キ隊仲間は お腹ができると明かりをけしてめいめいの生まれつきとすき好きにまかせていいぐあいの寝床をさがしてやすみましたロバはそとのつみごいのうえにねましたいぬはとのかげにねましたねこはへっついのうえではいのぬくみをさがしてねましたおんどりはとまりぎのかわりに 屋根裏の針の上に乗りました何しろみんな遠道をしてきてくたびれていましたからもう早速にぐっすり寝つきました真夜中を過ぎた時に泥棒どもが遠くから見ますとうちの中には明かりが灯っていず中はひっそりかんと静まり返っているようでした。 どうも俺たち脅かされて逃げ出したと言われちゃ我慢できないぞ。お頭はこう言って一人手下に言いつけて様子を見せにやりました。さて言いつかった手下が入ってみると家の中はどこもひっそりしていました。そこで明かりをつけてみようと思って台所へ行きました。すると 闇に光っている猫の目玉を炭火と間違えていきなりマッチを突っ込みましたところが猫の方はお安い子用と受けてはくれずうーっと竹にながら顔に飛びついてめったらやたらに引っかきましたいやはや驚いたのなんの手下の泥棒はしたたかにやられてびっくりはいもう裏の戸口から逃げ出そうとしますとそこに寝ていた犬が 飛び上がって向こう常に噛みつきましたそこで庭へ駆け出して積み声のそばを駆け抜けようとしますとロバが後足でしたたかに蹴飛ばしましたするとこの騒ぎで目を覚まさせられたおんどりが針の上からはしゃぎきっと一声キキリッキーと怒鳴りました泥棒は命からがら 足に任せてて逃げ出しししお頭のところへ帰りましたどうもはや大変あの家にはすごい魔物が入り込んでいていきなり気味悪くふーっと息を引っ掛けて長い指で顔を引っ掛きましたそれから戸の前には一人男が待ち伏せていて小刀をすねに突き立てました 庭へ出るとなんとも得たいの知れない真っ黒な化け物が立っていて棍棒を振るってしたたか殴りつけましたその上高いところにはちゃんと裁判官が控えていましてさあその悪者ここへ連れてこいと怒鳴りましたいやもうさんざんの手ぇたらくで真っ暗散歩逃げてきましたそれからは泥棒どももこりて 二度と再びこの家に入ろうとはしませんでしたところでブレーメンの学隊仲間四人組もひどくここが気に入ったのでそれなりもうよそへ出ていこうとはしませんでしたさてこれまでもうしたことはついこの間それこそ湯気の立つ ほやほやの口から聞いたお話ですよ。